ヒーナ、アヤ。スマホに設定した目覚ましが鳴っていた。休日以外は鳴るようにしておいたままだ。そうだ、そろそろ起きないと。眠い。けれども二度寝するわけにはいかない。いや、あと5分。起きなきゃ。這うようにしてベッド降りて目覚ましを止めた。エビゾリに伸びたまままぶたが落ちて二度寝しそうになる。うわぁ、朝、起きなきゃ。寝ないように声を出す。次第に体に布団から出た寒さが伝わってきて意識がはっきりしてきた。あのまま二度寝したら風邪ひいてただな。起きるか。ゆっくり立ち上がると部屋の中は割とひどい状況になっていた。一応ゴミはまとめたし、ペットボトルも分けてある。けれどもスナック菓子やケーキの匂いはまだこもってるし、きちんと片付いているわけでもない。どうしてこんなことになったのかぼんやりと思い出す。まず、せっかくだからこのテレビとスピーカーで映画を見てみたいとヒナが言い出した。そして、棚にアヤが興味があると言っていた海外のドラマシリーズがあった。そう、映画じゃなくてドラマだ。俺も引っ越し前に買ったやつ。1シーズンが長いのもあって、まだ見ていなかったのが良かったのか悪かったのか。軽い気持ちで1話を見た。1話なら1時間以内に終わるし、区切りもつけやすかろう、と思った。そう、最初はそう思っていた。架空の中世的な世界を舞台にした乱世の物語。実に引きがうまくて、次の話もと、切りどころがなかった。そして気づいた時には。待て、今何話？いや、何時？あ、そう、あれからたっぷり見続けてしまって、正気に戻った時にはもう夜中になっていた。今日はここまで。明日も学校もあるんだからな。そうだね。あ、そうだ。片付けしないと。もういい。明日帰ってきて片付ける。二人は早く帰って寝ろ。俺も寝る。もういっそ朝まで見て、学校は…あ、いや、なんでもない。帰って寝ます。なんてことになっていた。ジュースもお菓子も完璧に揃ってたからな。快適に映画を見られる空間を作ろうとはしていたけれど、まさかここまで快適だったとは。いや、これからは気をつけないと。学校行こう。寝た時間は4時間くらいか。正直まだ眠いけれども顔を洗って学校に行く用意を始めた。おはようございます。おはよう。俺が起こしに行く前に起きてはいたものの、ヒナとアヤも眠そうだった。俺も眠い。まだ本格的に授業が始まってなくてよかったのかどうなのか。逆に言えば授業前の大事な連絡とかもあるだろう。眠らないでそんな時間を過ごせるのか少し不安だった。うわぁ。遅刻はしないで学校には着いたものの、逆にこのわずかな時間が眠い。あと少しで朝のホームルームだっていうのに、その5分前に寝てしまいたい。けど、ここで寝たら起きれなくなりそうだった。ずいぶん眠そうだね。昨日、ちょっと。三枝さんたちも眠そうだけど、何してたのかな？なんて、みんな気になっちゃってるみたいだよ。うん。と周りをよく見ると目をそらされたり、もう腕を枕に寝入っているヒナの方を気にしている様子に気づいた。3人揃っての登校だし、あんな眠そうにしてたり、あとちょっと彼女たちの身だしなみも雑になってたり、邪推できる状況ではあったよ。白井にそう言われて、眠気で完全に鈍っていた頭が少しずつ動き始めた。いや、そういうのは全くなくて、子供みたいな理由というか。
下手な嘘をつくのも良くないけれど、全部本当のことを言う必要もない。引っ越し続きで友達も作らなかった。いじめにあったり完全に孤立はしないように適度な距離感を取るには、みたいな儀式が浮かび上がる。いや、そういう理由でなくても二人に変な噂が立つのは気分が悪い。偶然借りてる部屋が近いし、他の知り合いもいないから一緒に投稿してるだけなんだけど、昨日二人に見たいって言ったドラマを貸したんだよ。そしたら夜中まで見ていたとか言ってた。池永が眠そうなのは？俺も部屋で夜更かししてた。一人暮らしだと誰も早く寝ろって言わないもんな。油断してた。一緒に見てたあたりさえ言わなければどうとでもなる。何かしたの？ブランフォーザー・スリーキングダムって言うんだけど。ああ、聞いたことある。西洋版三国志とか言われてるやつだよね。向こうのヒナは寝てるし、アヤも俺と夜更かししたなんてうかつなことは言わないだろう。そんな話をしている間に先生が来て、朝のホームルームが始まるのだ。午前中は最悪の体調で体調での体力測定だった。っていうか、がっつりやるね、これ。びっくりした。もともと運動は得意じゃないけれど、眠気も相まって普段よりひどい出来だった。そして今年の男子は少なかったのもあってか、かなり早く終わってしまい、俺は昼休みまでベンチに座ってぼーっとしていた。眠そうだけど、寝たら昨日のあの2年生の先輩みたいになる。あら、ずいぶん疲れた顔してるけど、どうしたの？ここが通り道なのか、昨日会ったフォローしている方の先輩に声をかけられた。菅野先輩でしたよね。いえ、寝不足で体力測定だったんで。ああ、男子は毎年早く終わっちゃうのよね。一人？他の男子は教室に戻ったり図書室行ったり。俺はこんなだったんで。日向ぼっこをして寝かけていた状態というか、半分寝てた。こんなところで寝たら風邪ひくわよ。こんなのしかないけど飲む？そんな俺に菅野先輩がペットボトルの飲み物を渡してくれた。ありがとうございます。いただきます。春先だからか花粉のせいか、花粉症じゃないけど鼻や喉がイガイガしていたのもあって甘えることにした。そして先輩も横に座って、ポケットから 500ml サイズのペットボトルを取り出し、かわいい。かわいい。先輩はペットボトルを開けようとして震えていた。そこから少し見ていたけれど、プルプル震えているだけだった。開けましょうか？お願いするわ。かわいい。激闘の末敗北して熱い息を吐く先輩が、俺に自分の分のペットボトルを渡してくる。そんなに硬いペットボトルの蓋なのか、それとも簡単に先輩が蓋を開けられないだけなのか。少し力を入れると簡単に開いた。ありがとう。やっぱり男の子ね。いや、はい、ありがとうございます。ここで先輩の気遣いとごまかしを無視してもしょうがない。褒められてよかったで終わらせておこう。そんなこんなで先輩にもらった飲み物は透明で水だと思ったら甘かった。なんだこれ。ごめんなさい、そのジュース嫌いだった？いや、なんか透明なのに紅茶の味するんすんですね。これ不思議で。本当よね。アンは透明な飲み物にブロック栄養食食べてるとディストピア感すごい、すごくない？なんて楽しみ方してたけど。なるほど。そういう映画は見たことある。金属プレートに錠剤とブロック状の何かとペーストだけみたいな、宇宙食みたいなあれがディストピア感でいいんだろうか。無理にうなずかなくてもいいわよ。
共感とか理解できるならいいけど、わからないことはわからないでもいいのよ。なんていう先輩の目はなんだか優しかった。ところで先輩はどうしてこっちに？アンがまだ作業部屋に来てないから教室まで様子を見に行った帰りなんだけど。その後でメッセージを送っても未読で、学校休んでいるのかわからなかったという。先輩は保護者か何かなんですか？学校の中じゃ割とそんな感じかしら。一人にしておくと少し不安なのよね。ふざけた様子もない返事に、それがどういう意味で不安なのか少し考えてしまう。なんて話しながら様子を見をしてしまったせいか、先輩がもう一本自分の分のペットボトルの蓋を開けようとして盛大に手を滑らせた。お？落としかけたペットボトルを掴もうとしたけど失敗した。空中で叩くような動きになってしまい、先輩の持っていたミルクティーが弧を描くように振りまかれる。そうするとどうなるかというと、俺と先輩のお互いにミルクティーが飛び散ってしまった。カコーンと音を立てて地面に落ちるペットボトルの口から残りもこぼれて広がっていく。ごめんなさい。いや、しょうがないです。うっかりはありますから。頭に来るなんてことはないけれど、俺にも先輩にも派手にかかってしまったので、これはどうにかしたい。本当にごめんなさい。このままじゃシミになっちゃうわね。先輩は本当に申し訳なさそうにするけれど、俺より先輩の方が濡れてますから、こっちはあまり気にしないでください。そういうわけにもいかないわ。昼休みまでまだ少しあるし、間に合うわね。私たちの作業部屋まで来てもらってもいいかしら？いや、俺は適当にどうにかしますからいいです。帰って洗えばいいですし、先輩の方がその…俺のことばかり気にしているけど、先輩のシャツが濡れて、張り付いていて、下着のラインが見えてしまっていた。いいわけないでしょ。遠慮なんてしなくていいから、いらっしゃい。先輩に手を握られ、そのまま俺は先輩たちの作業場という場所に連れて行かれた。昨日迷い込んだ作業棟が並ぶ中の一室で、先輩は鍵を開けて中に入ると、電気と換気扇のスイッチを入れる。それじゃあ上を脱いでくれるかしら？ここまで来ておいてなんですけど、俺よりも先輩の方が。そんなに心配しなくても、私もここに着替えがあるから。それならいいんだろうかと思いつつも、俺はワイシャツを脱いで先輩に渡す。下着にも多少染みていたけれど、そこまでは脱いで渡せない。じゃあ少し待っててくれるかしら？そのあたりの椅子に適当に座っていいから。先輩も着替えた方がいいだろうし、外で待ってますよ。ダメよ、そんな格好で外にいたら風邪をひくかもしれないでしょ。そう言って俺に大きめのタオルを渡してくれると、シャツを手に、ついたてのもある奥に引っ込んでしまう。さすがにここで出ていくわけにもいかず、タオルを羽織るようにかけてパイプ椅子に座る。なんかタオルからいい匂いがする。部屋そのものは油絵の具とか塗料の溶剤の匂いが染みついた、俺にとっては慣れた絵を描く部屋の匂いなんだけど、肩にかけたタオルからは洗剤なのか何なのか、やけにいい匂いがしてきた。これは先輩の私物なんだろうし、この匂いに集中するとなんか良くない気がする。そう思った俺は、噂に聞く作業部屋がどんなものなのか珍しさもあって周りを見回して気づいてしまった。あ、絵を描く道具や画材が集めてあるあたりに姿見が立てかけてある。それだけならいいんだけど、そこはギリギリの角度で菅野先輩が映っていた。後ろ姿だけど、濡れタオルか何かで手早く俺のシャツの染み抜きをしていた。盗み見のようになってしまって、なんとなく居心地が悪い。そして先輩はすっかり染みの抜けた俺のシャツをハンガーにかけると、不意にこっちを向いた。私もシャツを着替えてしまうから、ちょっと待っててね。はい。
鏡には気づいてないのか、そのまま先輩が制服を脱ぎ始める。早く行った方がいいって分かってるのに、先輩がさっさと脱ぎ出してしまって、これも言えなくなってしまった。俺の方から見えていることに全く気づいてない先輩が上着を脱いでしまう。そして着替えを取ろうとして、気になっていたのか、今度はスカートにも手をかけていた。ああそうだ、池永くん。あ、はい、何ですか？いえ、暇だったら、そっちの棚にあるものだったら見ていてもいいわよ。いや、いやいや、俺がうついたら先輩の方見えちゃうかもしれないでしょ。もう鏡に見えているとは言えなかった。こっちに来なければ大丈夫よ、多分。ところで、先輩は大丈夫でしたか？鏡に映る先輩からやっと目をそらす。けれどもここから動けない。そんな状況で落ち着かなくて黙っていられなかった。ええ。とはいえ、こういう学校だし、汚れるのも落とすのも慣れてるから。もしかして寒いかしら？先輩はこっちを向きそうな気配があって慌ててしまう。ああ、いや、大丈夫です。タオルも借りてますし。そう？遠慮しないでいいからね。はあ、だけど、ほんと、たまにこういうことをしちゃうのよね。やべえな。さっきのですか？ええ。こういう自分の抜けたところに、ため息が出るわ。そう言って着替えのシャツを手に取ったまま、動きを止める。目をそらしたのに、ストッキングに包まれた足のラインをどうしても思い出してしまう。覗きみたいになってしまったのも悪いと思う。今からでも見てしまったことを言った方がいいんじゃないか。そう思ったけど、実際はやはり言い出しづらい。それにしても、アン、今日は学校に来てないのかしら。どうですかね。そういうことあるんですか？何も言わずに休むような子じゃないかしら。先輩、それはいいですから、早く服を着てください。俺も探すの手伝いましょうか？ああ、手伝ってくれるならここでちょっと留守番お願いしてもいいかしら。もし私が探しに行ってる間にアンが来たら連絡してくれればいいから。メッセージスマホに残しておけばいいんじゃないですか？それが今日も未読のままだからどうしようかしらって。あの子スマホはいつもちゃんと持ってるから、あまり未読のままにしないんだけど。寝てるとか？ないとは言えないわね。まあそれと昼になったらさっき迷惑かけた分のお詫びもしたいし。もう十分お詫び分というか、勝手にではあるけれど、埋め合わせはしてもらっているけれど。けれどそれを言うわけにはいかない。いやいや、シャツも綺麗にしてもらってるし、さっき飲み物ももらいましたし。余り物のジュースを押し付けただけなのよ、あれ。もらい物だけど、この部屋に箱で残ってて。それは、なんとも言いづらいですね。アンを見つけたら飲ませるつもりだったんだけど、その、つい、あまり美味しくないって分かってて飲ませた上に、シャツまで汚して。先輩としては余っていたケミカルな味の飲み物を俺に押し付けた上に、それをおろしたてのシャツにぶちまけたということなんだろう。気にするのもわかる。とはいえ、あまり気にされると、今度は俺がますますいたたまれなくなってしまう。そういうの、ほんと気にしないんでいいですから。多分、これから先輩に頼ることもあると思いますし、そういう時に頼らせてくれれば、それで。わかったわ。私にできることなら何でもするから、言ってちょうだいね。服を着てください。その格好でそういうことを言われると、よからぬ想像をしてしまう。いや、覗き見をした立場で何を。なんて葛藤と戦う中、先輩は着替え終わって、
俺のシャツを片手に奥から出てきてくれてほっとした。とはいえ最後までバレなかったのは良かったのかどうなのか。一応汚れは落ちたけれど、クリーニングして返した方が良かったかもしれないわね。そうしたら今日俺が着るシャツがなくなっちゃうんで、だったらちゃんと洗いますよ。まだ渋々という様子の先輩からシャツと一緒に持ってきたドライヤーを受け取る。じゃあちょっと留守番お願いね。昼休みの前には戻ってくるから。そうしたら一緒にご飯行きましょうか。わかりました。待ってますね。流れに任せるままではあったけれど、強く反対もできない。先輩と仲良くできるならそれはそれでいいことだし、と自分で自分を納得させようとする。そして先輩は俺を残して部屋を出て行ってしまう。